ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2023年5月3日、ナナシンクの稲葉ハネルさんが、麻雀の大井高春プロら5名を呼んでのコラボ配信をされたのですが、その配信中の大井プロのとある発言に注目が集まっています。この放送は、事前に答えてもらったアンケートをもとに雑談する企画となっていたのですが、2番目のアンケートが、ぶっちゃけ、この人と同じチームになりたかった、というものでした。これに対し、大井プロは、天界司と名前を出せない人、かっこ、恩人なので、かっこ閉じと回答されていました。なるほどな、名前を出せない人ってのが、クスノキシオか群動ミレイかで意見が分かれてるわけか。コメント欄では、圧倒的に、群動さんの名前を挙げてる人の方が多かったですけどね。クスノキシオが最後にツイートしたの、2020年の8月だからね、忘れてるどころか知らない人もいっぱいいるだろうね。もう3年も前か、どこで何してるんやろな。この名前を出せない恩人が、クスノキさんのことだとして、麻雀界隈の知人からの印象がそんなに悪くないっぽいのが興味深いですね。とても事務所と揉めて脱退した人とは思えません。で、実際、これはどっちのこと言っとるんや？大井プロは、この人に対して、放送禁止用語の名前だとおっしゃっていて、さすがに群動さんなら、放送禁止用語とまではいかないんじゃないかなとは思うのですが、この動画の概要欄に、時間指定のリンクを貼っておくので、皆さんの目で確かめてみてください。そんなボルデモートみたいな人がいるのかととぼける他のメンバーの反応も面白いですので。以上です。動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。